はい、というわけでみんな、今日はあるところに呼び出されました。そう、いつものケインに。わ、俺ちゃん何このケイン、変なに。まあまあそんなこと言わないでさ。どうしたのその体。なんかこの世界に来たらバグっちゃったんだよね。ほらプロ君も大きいでしょ。で、何なのここは。あー、ここはね、寿司を作るところだよ。お腹が減ったから君たちに作ってほしいんだ。え、俺たちが寿司を作るの。確かに僕たち帽子かぶってるもんね。え、なんか帽子間違えてない。これお寿司作る時の帽子じゃないよな。まあ、作ってくれたらこの世界から出してあげるからさ。え、作らないと出れないんだ。じゃあほぼ強制だね。それじゃあまた作ったら言ってね。じゃあ。え、消えた。ほんとだ、消えた。お、うわうわ、いっぱい人がいるよ。あ、なに、この人たちさ、お寿司を売ってくれるのを待ってるみたい。え、ほんとだ、ニコと待ってる。あ、消えた。消えた。とりあえずさ、行ってみようか。なんか向こうに行けって言ってるね。ほんとだ、何あれ。さあ、線が出てるよ。あ、あそこが俺たちのさ、お寿司屋さんなんじゃない。お、なるほどね。お、ここか。うん、そう、ここここ。さあ、というわけで入っていこっか。うわぁ、俺ちゃん広いね。めちゃくちゃ広いね。え、ここで作るんだ。というわけで、じゃあここを踏んでみよう。あ、なに。え、何があったの、なにこれ。え、なにこれ。とりあえず触ってみようか。おお、なんか持った。なにこれ。なんかね、材料らしいよ。これのどこが材料なの。完全にブロックだけど。確かにね。どうやってお寿司作るんだろう。お、次こっちか。これかな。え、じゃあみんなちょっとね、入れてみます。なんだこれ。おお、お、わかった、ここに入れるんじゃない。あ、ここか。おいしょ。あ、なんかできた。うわ、なんだこれ。あ、巻き寿司だ。あ、巻き寿司か。巻き寿司、本当に。おお、なに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 。え、燃やした卵か何か乗ってる。ちょっと見えづらいんだけど。ほんとだ、卵の巻き寿司だ。おお、待って、ブルオ踏んでるって。お寿司。え、あ、秘密のスパイスでいこう。いや、ダメでしょ、完全にダメだ。あ、でもとりあえず負けた。完全にもう汚れてるけど。もういいか、金食べるし。そういう問題なの。ちょっと踏んでるな。おし、じゃあとりあえず。あ、ま、なんか切った。で、最後こうやって巻き巻きして。おお、おお、おいしそう。お、食べたいな。いや、プロのために作ったわけじゃないんだけど、浮いてるな。まあ、とりあえず。あ、できたできた。おお、おいしそう。なにこれ、卵寿司、それともたくあんかな。おし、とりあえずこれで。あ、わかった、いつもの人に売りに行くんだ。あ、なるほど。待って、ケインは。あれ、ケインないの。あ、ほんとだ、ケインどこにもいない。まあ、とりあえずさ、ここら辺にいる人にあげるか。うわ、すごい妖精かな。なんかすごい顔だな。はい、どうぞ。なんか喜んでるね。チップもらえるんだ。おっしゃー、音踏むぞ。いや、違う違う違う。踏んだらダメだって。お、そっか、踏んでもらったチップじゃないから。まあ、とりあえずさ、作っていくよ。ちょ、僕はここで食べる専門だから待ってるね。おいしょー。おー、オッケーオッケー。はい、というわけでみんな、じゃあここでね、ケインが満足するまでお寿司を作っていきたいと思います。というわけでね、お寿司好きな人は絶対に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。絶対にお願いします。じゃあちゃんと作っていくよ。待って、なんかいろいろあるんだけど、まずはさ、もっとお寿司作らないと。まあ、手順は分かった。こうやって入れて、こんな感じでね、ちょっと時間がかかるね。あ、待って、ここで働いてくれる人を雇えるかも。うわー、お兄ちゃん何その人。多分ね、お寿司作ってくれるんだよ。あ、なるほど、2番目の作業をする人もいるんだ。で、3番目の作業をして、で、4番目の作業をして、そして僕が食べる。いや、違う違う。さあ、というわけで奪いました。そんな僕のお寿司。ふふ、不動じゃないから。ちょっと待ってて、これだけ売ってくるから。さあ、というわけでプロはもうなんか食べる専門になってるんだけど、じゃあ、あ、何この人。おしおし、ちょっとこの渋い顔のおじさんにあげます。チップくれるかな。くれたくれた、よかったよかった、ありがとうございます。じゃあチップもらえたから、このままやっていこう。さあ、というわけでこれで2番目の人を雇います。じゃあこれで作業がきっと楽になる。え、そんなの。おいしょ、ほら作ってる作ってる。ほら、1番目、2番目。おいしょ、僕3番目行くぞ、任せて。
3番目、おお3番目やった。そしてそのまま4番目、こねこね、いやこねてる、こねて作れた、すごい、ありがとうプロ。おいしいよ、じゃあ配ってきてね。オッケー、じゃあ配ってきます。じゃあ役割分担しよっか。俺が運ぶ人するよ。じゃあプロに寿司をねこねこねしてもらおう。さあチップもらえたら嬉しい。スプリントとかあるんだ、ちょっとこれ安いから買ってみよう。さあスプリント手に入れました。おお早くなった。これで早く売りに行けるね。じゃあ高速でね材料を入れます。おし、こんな感じでね、こんな感じで、あもう入らないか。あプロ寝てるんだけど、この人待って、みんな完全に笑ってるけど寝てるんだ。こら何してるんですか、起きなさい。おはは叩いた。これはひどい。お美味しそうだ。食べてないよね。あ大丈夫だ、作ってる作ってる。こっちもね、こねないとね。ナイスナイス、じゃあ俺もこっちやるよ。おし、やプロパス、おっしゃー、任せて。ナイスナイス。さあ寿司2個もできた。あ2個持てるんだ。じゃあちょっと行ってくる。オッケー任せました。これを配っていこう。おし、みんな配っていきます。おし、めちゃくちゃお金入ったよ。じゃあこれでさらにね行きます。はいプロ、新しい人召喚した。え、ちょっと仕事なくなったんですけど。確かに。じゃあ僕はやっぱりここで食べるとするよ。そこにじゃあ食べる係頼んだ。はい、寿司全部舐めとくからね。いやダメだって、寿司ペロしたらダメだから、それ犯罪だ。あプロ待って、めちゃくちゃ寝てる。ほら寝るね、見なさい、みんな寝てるの。おいしょおいしょおいしょ。じゃあちょっと新しい人解放するか。え、新しい人いるの。じゃあ解放します、せーの、おいしょ。わー待って、プロ叩いてくれる人も出てきた。この人がね寝た人を起こしてくれる。え、そしたら仕事ないんだけど。あ本当だ。あすごいすごい、叩いてる叩いてる。完全にプロの仕事がなくなった。あそんな、じゃあもうここでお寿司待ってるよ。じゃあ次みんなここ踏んでみます。なんだろう、おー何、え、あお米運んでくれるんだ。歩き方ぎこちないけど、おーいい感じだいい感じだ、お米運んでもらえるんだ。あなんだ、開いた。え、何が開いたの、うわー広、なんだここ。じゃあとりあえず作っていくか。あこんなんだろう、あ木だ、無料で木ができた。じゃあ食べてくるから。え食べに行った。さあじゃあお寿司を持って、おし9個も持ってたな、9個も配ってこようか。で次は、あこれはなんだこの人、何してんの、お寿司の飾り。わかった、このロバックスで使えばもっと人増やせるのかも。ちょっとねこれ買ってみるか、どう。あーなんだ、あ早くなったこの人がみんな早くなった、そういうことか、運ぶ速度が上がるんだ、めちゃくちゃ機敏に動くな。さあそしてこっち、パソコンアップグレードがある、なんかいろいろアップグレードできるみたい。あ本当だ、作る速度、材料入れる数かな、でキャリースペース、さあでお金でもらえる量かな、結構高いけど、あ安いな、よしこれ買っとこう。そして作る速度も上げます。さあというわけでこれで作るスピードが、あ上がってる上がってる、本当だ作業早くなってきた。これなんだろうね、よいしょ、おお、あここにもさらに作れるんだ。え何ですか、隣もできたの、これ起きた繋がってるんだ。そうだよ、こっち見とこうかな。あじゃあこっち頼むよ、向こうほとんど仕事取られちゃったもんね。そうだよ僕無職。でここで寿司を作ってくれる人1人増やそうか。あでもお米を運んでくれる人がいないとダメだな、500ドルか。でこれは、あこれはなんか、何これ、土品質何土品質ってみんなこれどん兵衛だよね、完全にこれさ芸能人の人だよね、めちゃくちゃ天ぷら上に持ち上げてる、こちら美味しそう、完全に寿司と関係ないけどそばだもん。さあ、あそろそろ寿司溜まってるかな、うわ21個も溜まってた、21個の寿司をね売ります。さああなたに売ります、いつも食べに来るあなたに、おいしょ。さあめちゃくちゃ、あ消えた、あ待ってみんなこれすごい、マグロだ、マグロか何かを調理してる。ちょっとすいません、起きなさい、おお叩いた怖いな、おいしこれを、おいさばこうかな、おさばけるの、うわさばいた、すごいプルオ、そうこねるだけにさばけるの、超能力者だ。
おっしゃ、次はこっち。さあ、これをハンマーで叩いて。いや、ハンマー使う意味あんの？あ、すごい、お皿に乗った。これもね、こねれば。おお、こねたら？おお、なにそれ？お刺身だ、お刺身ができた。なるほどね。他に何かあるかな？あ、ここは寿司80個で解放。お、来た来た。おー、ここも行けた行けた。ここは？あ、ここも行けた。寿司の数で解放した。お米があるな。お、俺ちゃん繋がったね。繋がったこっち。ここにもお米がある。まだ作る気か。なにこれ？化け物だ。なんだみんなこれ。知ってる人いたらさ、コメントで教えてね。はい、というわけでみんな、あれからさらに20分か30分ぐらい経ったかな。結構強化したんだよね。もうアップグレードは全部フル強化しました。もうこっちはね、全部作れたから。え、これじゃもう2回作ったの？作ったよ。わ、僕も行きたい。さあ、というわけで2階に行こう。さあ、2階に向かう。プロ、こっちだ。お、そっちか。さあ、こっちの上にね、あるんだよ。さあ、というわけでこっちの上上がって、おお、どれどれ。ほら、わー、何ここ、すごいでしょ。見てほら、巻き寿司。見てこの豪華な寿司。わー、これ今までで一番豪華だね。わー、美味しそう。美味しそうでしょ。で、なんかね、こっちにね、ボスの部屋があります。ここも行きます。おいしょ。おー、ボス来た。寿司のボス。何すごいいかつい。うわ、すごい盛り合わせ、独り占めしてる。うわ、ずるいよ、僕も食べるよ。いや、踏んでる踏んでる。ダメダメ。他は、あ、ここだね。アモンガス。うわー、アモンガス。さあ、で、他には、下かな。じゃあ、上はもうないね。というわけで、最後、みんな、下です。さあ、というわけで、ここかな。いきます。せーの。おいしょ。おー、何？え？うわ、まだある。まだ、地下。あー、なるほどね、なるほどね。こんな感じで、お金を生む人を、こうやって、作っていくんだ。基地みたいな感じかな。うわ、すっごい寿司並べてる。ここも。おー、で、木ができて、お寿司。おー、お寿司で？まだ作る木？え？なにこれ？もうここも多分お寿司だ。無限に続くんだ。さあ、というわけでみんな、さっきのお寿司のボスと同じ寿司だ。これを K に食べさせれば絶対に満足するはず。おっしゃ。これを運びます。おし。というわけで、おし、プロできたよ。最高級の寿司だ。わー、食べたい。食べていいかな。いや、ダメダメ、これケイに投げるやつだから。え、プロ、ポムニがいる。あ、ケイもいる。さあ、みんなできたよ。え、待ってたの、ポムニも。あー、やっと作れたみたいだね。私も待ってた。お、じゃあ先にポムニにあげよう。おし、ありがとう。じゃあこんだけあげる。20万ドル。20万ドルもくれるの。あ、ケイン消えちゃった。またランダム入れるから探しに。寿司に私ありがとう。あ、消えた。お、ほんとだ、消えちゃった。さあ、というわけで探そう。俺ちゃんこっち行ったよ。お、そっち。あ、ほんとだ、いたいたいた。おーし、来たよケイン。さあ、ケイン、ほら、これ超豪華な寿司。あ、ほんとだ、ありがとう。食べたかったんだよね。これは美味しいね。なんか誰か踏んだこのお寿司。え、全然踏んだりしてないよ、寿司なんて。とりあえず今回は約束守ってくれてから出してあげるよ。それじゃあ出たい時に行ってね。またね。お、消えた。はい、というわけでみんな、最後まで俺たちが頑張ったと思ったら絶対に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。絶対にお願いします。お寿司は食べちゃダメだよ。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたなー。またねー。